はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつだりょうでございます。韓国の経済新聞記事なんですけれども、久しぶりに韓国ネタ取り上げますけれども、まあまあどっちかっていうとどうでもいい国なので、まあ煩わしいですけどね、慰安婦だの、募集校だのっつって、嫌がらせをわめき散らすっていうのは、うざいんですけれども、まあまあ日頃の日本人の暮らしには、そんなに影響ないじゃないですか。そんなことだったらね、よっぽど消費税の方が、我々の生活に広く深く関係あるんで、最近全然取り上げていませんでしたけれども、韓国の経済新聞、日経みたいな新聞の記事から取り上げます。12月24日、WU スコープ。これ韓国の企業ですね。旭化成に二次電池の特許侵害で提訴された、これ膜を分離する、製造の過程で膜を分離するやり方をパクったらしいです。WU スコープ側は旭化成の特許が特定できないため、これを避けては二次電池膜を国産化できないと訴訟無効を申し立てた。旭化成の特許が特定できないためって、なんだろうなって。どういうことだ、わかんないってことなのかな。朝日新聞は特許をちゃんと取って、まあコープ側がそれを見てもわかんなかった。ということなのかな。わかんなかったからしょうがないでしょっていうことで、訴訟を取り下げてくれって言ったらってことなのかな。業界では日本企業が成長した韓国企業を牽制するため起こした訴訟と見られていると、これは経済新聞、この韓国の経済新聞の意見なんですけど、牽制するも何も盗んでんだから、特許盗んでんだからそりゃ訴えるだろうって思うんですけどね。なんか日本企業はことさら意地悪でとか嫌がらせでとか言うようにあっちは感じてるんですかね。特許審判員は、これまあ、裁判官とか裁判所、特許の裁判所ですね。特許侵害を幅広く認めた。幅広く認めた。なんで韓国企業側は幅広くパクってるらしいですよ。韓国の弁護士の会長ですね。このような日本企業による牽制訴訟は政府レベルでの対策が必要だとか言っちゃって、政府が何とかして俺らはパクりたいんだからみたいなことを言っちゃってますけど、最初から最後までおかしい記事ですよね。なんなのその日本企業からパクっていいみたいな、そのそこにあるものは。ネットの反応です。旭化成頑張れ、特許侵害するのが悪い、それ国産化ちゃうやん。そうだよね。他国の技術使って生産して国産化しましたっておかしいよね。農産物でも盗みまくってるしな、特許侵害しておいて何被害者面してんだ、特許なんだと思ってんだ、特許に引っかかるならパクリやろが、日本が悪いような書き方、泥棒が訴えられてるだけ、特許は侵害しちゃいけないってこと知らないんだよな。日本から盗むことが文化になっている。まあね、記事を何が言いたいかっていう、長々書いてあって読むの苦労しちゃいましたけど、国産化のために日本企業から技術をパクったら訴えられた、誰か助けてっていう記事なんですよね。これ要するに、それをですね、弁護士もこの記事書いた記者も応援してると。国産化のために日本企業、旭化成から特許をパクって何が悪いんだみたいな書き方でありました。外国の特許使ったらね、国産化じゃねえのに左翼同様甘えてんなーっていうのが私の感想です。今まではですね、愛国心に訴えて国産化のためですと言ってね、しかも相手が日本企業とか日本政府とか
日本人だったらですね、裁判所も変な判決出てたんでしょうね。出てたんでしょうね。実際に架空の慰安婦や架空の募集校で物的証拠皆無の変な判決出てるしね、そのおかげで今苦しんでますけどね、あとはお菓子なんかも外装から味からパクリまくって、あとはマジンガー Z ですか、ドラえもんですか、そんなのもパクリまくってね、要するにですね、なんていうのかな、私の出した結論は、韓国企業は甘え韓国司法は甘え、韓国政府は甘えと、まあ日本の左翼も甘えなんですけどね、つまり全力で日本に甘えかかっている連中、それが韓国企業、司法、政府ということですね。こういう連中と戦うためにはですね、どうすればいいのかな、本当にな。お前ら甘えんなってだけ言えば聞くのかな、それとも甘えてる連中にそれ言っても無駄なのかな、日本のね、左翼とかに、言って試してみっかなっていう感じですけど、まあ散々ネットで言ってますけど、リアルで議会とかで言ったことはまだないんで、私夏の参院選出ますから、豊島区議会あと1回か2回なんですよね。なんか機会があったら共産党議員あたりに左翼は甘えて面と向かって言ってみっかな、思っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。